い、こんにちは、スーです。村子さんがつぶやきまして、これより11月22日より、開催する悠々白書コラボで登場するキャラクターの能力調整後の図鑑画像を一部ご紹介しますとのことで、はい、悠白が復刻ですね。昨日すでに新キャラクターのね、画像を紹介されていたんですけど、ちょっとこっちは動画にできてないです。ごめんなさい。まあ、めぼしいところで言うとこいつかな。シュラっていうキャラ、星6枠のキャラがそこそこ強そうでしたね。耐性2種 100% の 7C、10C、7C で、スキルも有能。あとはまあこれね、非属性の延期でいいのかな、読み方。25段変身でマルチブースト持ったタイプのキャラクター。まあ実際使うかって言われるとどうだろうね、マルチで。使うかな。 70% 軽減の、固定600万ニコンボカさんリーダーですね。まあ、誘白といえばね、浦飯祐介、浦闘技場時代にもう最強キャラだったので、割と思い入れ深いキャラですね。はい、ということで早速ね、見ていきたいと思います。今回、浦飯祐介やライゼンなど一部キャラクターたちには能力調整とアシスト進化が追加されますと、見ていきたいと思います。まず、浦飯祐介。これは進化前のやつですよね。リナスキル、光属性全パラ2倍、7コンボで9倍、光水の同時で4コンボか3となっております。まあ、進化前だから控えめですね。覚醒は超覚醒込みでスキブが4、指が3秒分にたこ焼き、10C となっております。スキルは10ターンで、1ターン並走しながら6解除、2食人、水光10ターン。まあ、短めではありますが、どうでしょうね。スキルターンが3早くなった感じかな。これ一応進化後の方もね、同じレイガンのスキルだったんですよね。超覚醒はちなみにこれスキブプラスが追加で、元々は 7C 無互換雲でした。なんで 10C 無互換とか 10C 7C なんかでもできますね。次に、ゆうすけの単乱。これは新しく追加された進化ですかね。たこ焼きとチームの回復強化2個、泥強化2個、スキル18ターンで2ターン内で回復力と光属性の攻撃力が4倍、2ターン内でダメージ無効貫通と。はい、無効貫通武器ですね、18ターン。次に、ライゼン。こちらも進化前ですね。リーダースキルは受けるダメージを常時半減、光属性の攻撃力が3倍、光5個以上繋げて消すと上昇最大10倍となっております。覚醒は 7C10C の LG2 個ですね。スキブ4のお邪魔耐性プラス。スキルは3ターンで左端縦1列を回復ドロップに変化、覚醒無効状態を全回復。HP1 になるが、200倍の光単体攻撃ですね。3ターンで打てる、覚醒無効状態全回復、回復ドロップ生成。なるほど。まあ、何かしら使えそうだね。はい、武器は、体力キラー、LG、泥強が3つ、スキル11ターンで、3ターンの間ダメージ吸収を無効化、3ターンの間回復力と光属性の攻撃力が半減。これなかなかいいんじゃないですか。まあ半減するけど別に書き換えれますからね。この武器はそこそこ使えそう。3ターン吸収無効としては相当軽い。はい、さらに、また11月19日金曜メンテナンス後より、魔族大覚醒、浦飯祐介と、比叡潜水の進化系統を究極進化分岐から転生進化に変更いたしますということです。はい、これですね。転生進化にしたということで、どうなるんだ。究極進化分岐から転生進化に変更、これはまあ強化とも取れるし、転生って戻せないよね。あれ戻せなかったよね。転生って戻せるっけ。まあモドリットとかを使えばいいのか。まあでも強化かな、普通に。これ進化後のやつらの性能は見せてくれないのか。明日は公式放送では発表されなかったもう一人の新たなキャラクターをご紹介しますのでお楽しみということです。はい、ということで、進化前のユウスケとライゼンの性能がこんな感じになるよっていうことでしたけど、どうなんでしょうね。進化後の性能はまた後でまた今度っていう感じですかね。まあ多分メインはそっちだよな。一応これ進化前の方もまあここに無効貫通とか 7C がつくからそれなりの性能ではあるけど、まあちょっとね、その後のやつをね楽しみにしたいと思います。ライゼンはなかなかこれスキル良さそうだね。 HP が1になっちゃうから回復倍率がないようなパーティーとかだとちょっとしんどそうではありますが、回復がしっかりできるパーティーだったら全然入れれそう。はい、ということで、編集をしてて気づいたんですけど、これあれだ、この画面で究極後の浦飯祐介の性能若干見えてますね、裏に。究極進化後の浦飯祐介なんですけど、これちょっと暗いですけど、リーダースキル光属性の全パラメーターが 1.5 倍、7コンボ以上で攻撃力が13倍、光水の同時攻撃でダメージを半減、固定700万ダメージとなっております。はい、 1.5 倍半減の固定700万リーダーですね。スキルはレイガン変わらず10ターンのヘイスト2食人で、覚醒の方がちょっとこれ見づらいんですけど、これですね、見えてますね。バインドプラス、超覚醒込みでスキルが4、
さらにスキル封印耐性 EB プラス 7C7C 無効感が3つということで、こんな感じの覚醒になっております。チラ見せで、浦飯ゆうすけは現状 7C 無効感雲がつくんですよね。でスキルブーストプラスの、追加なんだよな。ってことは 7C 無効感をここにつけるってことは 7C7C 無効感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 、もしくは 7C3 無効感3にできるってことか。変身キャラじゃないのになかなかいかつい覚醒になりますね。 7C3 無効貫通 3 7C2 無効貫通4みたいな覚醒にすることも可能ですね。究極進化後のやつ火力要因としては相当やばそう。ただまあどうでしょうね、リーダーで使うかって言われると、まあ使えなくはないけどって感じですよね。700万固定 1.5 倍半減、スキルもまあヘイスト6解除2食人、今の環境的に1枠このスキル割くのはちょっともったいない気はしますね。まあ使うとしたらなんか裏に継承なんか乗せるとかですかね。吸収無効とか覚醒はなかなか尖ってるんで、まあ使うとしたらそこですかね。ちょっとステータスが見えてないですけど、覚醒とかリーダースキル、スキルはそんな感じです。まあまだね転生進化のやつが残ってるんで、そっちもね楽しみにしましょう。はい、ということでまたね、ユウスケとかライゼンとか、まあ、ヒエ、センスイ、まだ結構いるな。あの辺のキャラ紹介されるかなと思ったけど、また後日っぽいですね。またそのあたりの動画もね、明日、明後日出していこうかなと思います。はい。まあ、個人的にユウスケ、俺の、なんだろう、YouTube 始めたての時代を知ってる方とかね、まあ、古い順で動画見てもらえればわかるんですけど、ちょうど俺がね、YouTube を始めた頃なんですよね、ユウスケが強かったのって。で、ユウスケの動画が一番最初の初期で伸びたんですよ。それで一気にちょっと登録者が増えて、個人的にね、ユウスケの裏闘技場はめちゃくちゃ思い入れがあるので、ちょっとね、強くなること期待してます。まあまたね、明日の情報楽しみにね、待ちたいと思います。はい、ということでね、皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。